まずしめ鯖を作ることが、これが料理の始まりです。はい。でしめ鯖は今片身を、今しめ鯖お刺身にしましたね。でもう片身残ってる、これをね今度は押し寿司にしようと思う、しましょう、押し寿司に。それとね、私さっきちょっと言うの忘れたんですけども、腹骨をこう切った時ありましたよね。このまだ素で塩と素で締める前に腹骨で切った時に、こういう薄腹のところをねしっかりよく見てください。あの黒いねシミがあったり、ちょっと黄色っぽいシミがあったりなんかすると、そこに虫がいる場合があるんですね。そういうのはやっぱりしっかりと取り除いてくれる、あるいはそれでも怖いなっていう人はね、酢と塩で締めて、こういう状態です。この状態で2日間ぐらい冷凍するんですね。そうすると、一応安全に食べられます。ただ美味しいさ、締めさばというのはやっぱりこういう生の状態というか冷凍しない方がいいんですよね。そういうことです。ここもやっぱり同じですよ。小骨を抜いて皮を剥ぎます。薄皮を剥ぎます。薄皮は頭の方からね、しっかりと、そしてよく家庭ではね、あれ、こういうラップを引いて巣の巻き巣の上にサバを置きます。でご飯を置いてクッとこう巻いていくという、こういうね、ちょっと簡単な方法もあるんですけども、これね、実は力があまり入らないんですね。力が入らないので、両側が失敗するっていうようなこともありますので、今はね、これはプロが使うっちゃなんなんですけども、ちょっといいもんですけども、こういったね、なんとか押し寿司の枠っていうのはね、簡単な料理屋さんでも、料理屋さんじゃねえ、道具屋さんでも売っています。これ使うといいですね。そしてね、かなり今日サバがでかいです。これご飯があんまり入らないな。酢飯です。で、上から押さえるんですね。ちょっとご飯が大きい。サバが大きいんだよね、これね。えい、これもね、体重かけてね、力いっぱい、これ家庭でしたらこのガッと押すところはちょっとご主人にやってもらった方がよろしいんじゃないですかね。これ結構力がいります。でね、力がいないといわゆる押しっていうね、押し寿司にならないんだな。寿司ですね。出来具合が素晴らしいですね。これサバ良すぎるんだ。
ご飯の量とちょっと見てくださいでもそれサバ好きにはたまんないよね。このぐらいのやつはたまんないと思うよ。あのね、浮いてきたアクを取ります。これね、沸騰させてね、グラグラさせちゃうとアクが回っちゃってダメなんですよね。だからアクが浮いてきた瞬間、アクがそれぞれに固まった時にもう逃さずに取ると、アクを取ってあげると、あのスープが、きれいに澄んだスープが できます。このアクがね、沸騰させてみんな全体に回っちゃうとダメなんだ。もういいや。そしてしばらく煮たら、さっき言った本当はね、これね、一度ね、火を止めるんです。火を止めて自然に冷まして、それからもう一回温める。そうすると、これの髄から旨味がザーッと出てきて、キメの細かい油が上に浮いてきます。でかい骨だけ、邪魔になるやつだけを取り除きます。もう出汁が出た後ですよ。出汁ができったら、大根をね、前もって湯がいておきました。今煮てるって水ももちろん入ってるんですけど、あれね、大根を湯がいた汁もそのまま残してやるんです。で、湯がいてこの透明感になってる大根を加えます。これ一緒に入れちゃうと大根が火が通らないうちに旨味が中に出ちゃうんですね。こういう状態でもって中に入れます。これはね、大根とサバ以外何も入れません。そしてここでもう一度温めます。温めたら塩味、塩加減を整えます。全くまだ塩を入れてないんですけども、とってもいい出汁が出てます。サバのいい出汁が出てます。あんまり、ただ今ね、味見をしてサバの味が非常に強いので、これね、そんなに塩いらない方がいいなという、そういうことです。こんなんでよろしいんじゃないの。俺にとってはちょいとおすすめだけど、これ一度ね、自然に冷まして、もう一度これ温めてるのね。もう一度温める。そうするとね、また少しアクが浮いてきます。それをやっぱり丁寧に取りましょう。さっきとまた違って、ほら2回目に温めるから、キメの細かい油がこう上に浮いてくる。1回目はこれがないんです。たっぷりと盛ります。たっぷりと。どうですか今日は。出来ます。マラスコも香りでどうですか、香りで。ね、これサバと大根だけですよ、塩と。今日はね、非常に贅沢なマサバです。重さ 1.2 キロぐらいありましたね。千葉県産の素晴らしいマサバで、今日はまずしめサバ、そしてサバのこれ押し寿司ですね、枠を使った。そしてこちらがお塩だけの味付けの千葉汁、塩汁ですね。私はこういう時には何を最初に箸が伸びるかと言いますと、サバの一番、腹の一番厚い一番下のところ、ちょっといただいてみましょう。見てください、これ久しぶりだな、こういうサバ。カメラマンさんはなんかサバ好きだって言うんですけどね。もし食べていい。おいしい、これ。これね、
ただね、塩で3時間って言ったけどね、実は3時間じゃないんだ、これ4時間ぐらい締めてたのね。うん、全然そういうの感じない。うん、だから別にあの細かく考えることないのね。うん、素晴らしい。これわさびもいらないような気がする。これいいね。ちょっとよお店じゃ食べられないと思うね。それぐらい前ね。うん、ちょっとこれ我慢できないの。ああ、これお金出しても500食えないよこれ。これ自家製のしめ鯖ってのはこういうところが偶然にできるから面白いね。自家製の面白さなんだよ。うん、次はちょっと今日よく働いたからお腹も空いてるしね、ちょっとこの辺を一応ついて入れてみますから。押し寿司です。力いっぱい私が押しました。きっとこれもすごいね。うん、子供の頃からバッターっていうのは大好きでね。分かったよね、バッテラね。うん、これは子供の食い物じゃないよ。その家でだってこれ見て、飯の厚みがだって魚の5分の1ぐらいしかないだろ。うん、まあそして一息ついたところで、船場汁です。船場っていうのはね、あの大阪のね、労働者が高労働者みたいなのが働いてるとんでもないところで、もう肉体労働だよね。それで人たちがご飯にで、なんかこの辺取れるサバのこのこういうアラだとかそういったもので突っ込んで、で大根入れてぶつ切り入れて塩味だけで持ってって飯を食ったという、そういう一切があるで船場汁っていうんですよ。これはあの今はほら気取ってここに生姜の搾り汁なんか垂らしたりとかってありますけども、本来はそうではないんです。塩と大根だけなんです。いただきます。これお椀は能登は輪島から私は持ってきた五六椀という、もうこのこういう種類にはもうもってこいのお椀ですね。これ皆さんもやっぱり召し上がってみてください。サバってのはこんなに美味しいのかっていうのはね、わかります。これ私はこれあの鍋ですけども、ほんの塩は一つましか入ってないんです。うまい。これはね、塩入れすぎないことですね。塩汁というけども、魚の味がなんかもったいない、しょっぱくなったらもったいないですね。このぐらいがちょい素晴らしいです。美味しい。なんかこれ締めになっちゃったな。もう一杯飲みたいな。まあいいか。贅沢でした。今日は贅沢なサバ三昧でした。